2013年11月、ホテル大ラでは、小泉純一郎元首相、72歳の三男、A さん、31歳の結婚式が行われた。出席者の一人が、涙ながらに、こう語る。小泉さんも、出席して、家族全員が揃って、本当に立派ないいお式でした。普通の家庭なら、結婚式に家族全員が揃うことは当たり前だが、小泉家にとって、 それは30年以上叶うことのなかった夢のような出来事だったなぜなら小泉氏と A さんそして彼の母 B 子さん57歳は長きにわたって絶縁状態にあったからだ小泉氏は1978年に B 子さんと結婚同年に長男幸太郎35歳1981年に 次男新次郎議員32歳が生まれているしかし結婚からわずか4年後の1982年に離婚この時 B 子さんのお腹の中にいたのが A さんだった B 子さんは実家のある神奈川県鎌倉市へ戻りそこで A さんを出産した結婚当時小泉家の長男の夢である B 子さんは何もさせてもらえず小泉さんの2人のお姉さんが 家の実験を握り続けましたそのため B 子さんは孤独を感じるようになり半ば追い出されるようにして家を出たんです小泉家関係者団この時小泉氏は君子去る者は追わず来る者は拒まずだなと冷たく言い放ったという B 子さんに女で一つで育てられた A さんは中学卒業後アメリカテネシー州の高校に留学帰国後は 京都の私立大学学に通い、中国語を学んだ。しかしこの間も父小泉氏や2人の兄たちと会うことは一度もなかったしかし2010年の年末東京・赤坂にある隠れ家レストランのカウンター席に父と3人の息子の4人が並んで食事を楽しんでいたこの店は小泉一家御用達の店なんです A さんの「 お父さんに会いたいという思いを聞いて、信次郎さんがセッティングしたみたいでしたよ。4人は、乾杯した後、幸太郎さんが出演したドラマの話や、不動産会社に勤める A さんの仕事の話など、お互いの近況を報告し合っていました。そんな子供たちの話に、小泉さんは、嬉しそうに耳を傾けていましたね。居合わせた店の常連客団。だが、 初めての父との対面に A さんは緊張気味だった最初はぎこちなかった小泉さんと A さんでしたが信じろうさんが2人の間に座って文字通り間を取り持っていましたよ A さんは小泉さんをお父さんと呼んでいて小泉さんは照れ隠しなのか A さんの名前を呼ぶことができずなーみたいな感じで呼んでいました常連客団30年四く。 絶縁していたたたが打ち解けた夜だったそして迎えた昨年11月の A さんの結婚式 A さんは大学時代の同級生と10年ほどの交際を経て結婚したんです A さんは彼女のことを何度も鎌倉の実家に連れてきていて B 子さんも身の娘のように可愛がっていました